Peggy 18。はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、エルデンリング発売日変更とネットワークテスターを募集中ということでね、今日はエルデンリング、もう知ってる人もね多いと思うんだけれども、日本のゲームで日本の会社だからね、日本語の情報が一番早く出てると思うんですけれども、まあ、今日はその辺のことをね紹介していきたいなと思います。でこのエルデンリングはね、何それっていう人も多いと思うんだけれども、これはね知っといて損はないと思うのでね、ぜひねこれ初めて聞いたって人もねチェックしてみてください。本日の動画の概要なんですけれども、まずエルデンリングについて前にも紹介してるんですけれども、久しぶりなんでねちょっと詳しく紹介して、で次に新しく出た発売日とかネットワークテスターについてちょっと紹介して、で次にオンライン要素など分かってること少ないんだけれども分かってることについて紹介して、で最後に応募方法に少し注意した方がいい点とかあるので、その辺を解説して終わりにしたいなと思います。応募しようという方はねぜひ参考にしてみてください。でこのエルデンリングね、私めちゃめちゃ実は楽しみにしてて、どんなゲームかっていうと、三人称視点のアクション RPG ということで、そのなんていうのかな、セキロとかダークソウル系と思ってくれればいいんだけれども、まあ、ダークソウル系だよね、ダークソウルの次回作と思ってくれていいと思うんだけれども、まあ、エルデンリングという名前で次世代作みたいな感じかな。とにかくですね、もうすごいこの、まあ、セキロとかダークソウルのあの鬼畜ゲーム、鬼畜アクションゲームと言われてるんだけれども、それの次回作ということでめちゃくちゃ話題になってるんですね。ただ今回はすごいその話題になってるんだけれども、オープンワールド形式も採用しているということらしくって、まあダークソウルもちょっとオープンワールドとか自由にねルートは選べるみたいなところあったと思うんだけど、それをもうちょっとオープンワールド形式にするみたいな感じで言われてるんだけれども、完全なオープンワールドって感じじゃないとは思うんですけれどもね、ちょっとその辺はまだどうなるかわからないという感じで、非常に楽しみということになっております。とにかくマップが広いということは言われてますね。で開発はダークソウルとかそのセキロと一緒でフロムソフトウェアで、今回はバンダイナムコと共同開発してるみたいな感じなんだけれども、調べた限りだとこのバンダイナムコは開発ってゲーム内容がどうこうっていうよりはその販売の方で日本以外の国に売るのに協力してるみたいな、なんかそんな感じみたいですね。詳しくは私も知らないんですけれども、でソウル系とかセキロを開発した宮崎氏が監督しているゲームということです。もうこれだけですでに話題になってるんだけれども、世界観を作るのにもうずっと前に作ってたらしいんだけれども、著名なファンタジー小説家の人が担当しているということなんですね。これがねめちゃくちゃすごい有名らしくって、まあ、私もあんまり詳しく知らないばっかりでも申し訳ないんだけれども、まあ、とにかく謎に包まれてるゲームなんですよ。ででもソウル系とかってもうストーリーも何もかも謎に包まれまくってるみたいな感じで、考察、ね、していかないとわけが分かんないみたいな感じだと思うんですけれども、でプラットフォームはプレイステーション4と5、 Xbox One とシリーズ X、 あと PC では Steam でもページがあるのかな、そんな感じとなっております。でフロムソフトウェア役過去最大のプロジェクトということらしいので、もうマップは広いわ、そのなんだろう、アクションとかも半端ないわ、もう相当そのなんかかかってるお金の額も半端ないわみたいな過去最大ということみたいで、めちゃめちゃね期待が集まってるということになっております。で今回発表された新しい発売日とかネットワークテスター募集についてなんですけれども、まず2019年の E3 で発表されて以降音沙汰がなかったんですね。でどうなっちゃったんだろうみたいな、もうすごいファンの人たちは楽しみにしてたんだけど、あれみたいになってたんだけど、今年の E3 で2022年来年の1月21日に発売だと発表されて、うわーみたいな、新予告編もすごいかっこいいのがバーン出てきて、うわーって盛り上がってたんだけども、で今回新たにちょっと延期されて2月25日に変更になったということなんですね。まあいいんじゃないみたいな、もうここまで来たら、待つのはどうでもいいから、すごいの作ってみたいな感じのファンの意見だから、まあその1ヶ月だからね全然どうってことはないんだけれども、でネットワークテスターを募集中ということで、新しいほんの本当1分以内の短いその募集予告みたいなのが出てたんだけども、短すぎるからみたいな感じで紹介するほどではないんだけれども、一応概要欄にねリンク出しておきますので、そちらもぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、で募集期間があって、これぜひねプレイステーション4でも募集できるので、あと Xbox One でも募集じゃない応募できるので、ぜひねやってみたいという人はねぜひ応募してみてほしいんですけれども、期間が今月の31日まで、10月の31日までということなんでね、応募はいつでもこの動画出た後からでもね間に合うと思うんですけれども、
当選発表が11月の8日、まあ、予定なんだけれども、ずれる可能性はあるんだけれども、11月8日ぐらいに発表されるということなんですね。で、抽選で受かった人は、そのテスト期間が11月の12日から15日の3日間、3時間ずつぐらいかな、1日。それに出れるということみたいなので、まあ、全部に出れるのか、それとも、この日のこの時間だけ出れますとか、そういう小分けにされるのかわからないんだけれども、なんかそんな感じで、とにかく来月、この動画が出た時は来月にテストができるという、これ無料ですね、もちろん無料なので、 PSN ネットワーク、プレイステーションネットワークに入ってないとダメなのかなって気はするけれども、まあわかんない、無理していきなり入ってない人入る必要はないと思うんだけれども、その辺ねちょっとチェックしてからじゃないとできないかもしれない。でも応募だけはねしといた方がいいかなみたいな感じだよね。応募してやろうとしたらできないっていうのとね、やれたけど応募しなかったっていうのでちょっと違うから、まあ応募だけはね興味あったらぜひしてくださいって感じだと思うんだけれども、で気になるのがネットワークテストってことはやっぱりマルチプレイに結構力を入れるのかなみたいなマルチプレイとかやっぱりあるのかなみたいに期待できるわけじゃないですか。で、分かってるオンライン要素とかあんまりないんだけど、ちょっとまとめると1から4人のマルチプレイに対応する予定だということになってるんですね。で、前回の予告編、よかったら概要欄にねリンク出しておきますので、ゲーム自体もちょっと詳しく紹介してるんですけれども、その時にマルチプレイの様子もちょろっと出てるんですね。なのでマルチプレイコープかなって感じなんだけれども、PVP みたいのもあるのかよくわかんないんだけど、まあフレンドリーファイアありのコープみたいな感じかなって気がするんだけども、ちょっとその辺はわかんないですけどね、モンハンみたいな感じになるのかなって印象なんだけど、まあ、とにかくマルチプレイに対応してるということなんですよ。だからこのネットワークテストでもしかしてマルチプレイできんのかなみたいななんかそんな期待が実はあるんだけれども、わかんないですね。まあわかんないよ、ね、もしなんかあったらねすぐお知らせしたいなと思うんだけども、そしたらめっちゃ面白いだろうみたいな感じだよね。そうじゃなくて、ただネットワーク、その普通にサーバーとのコネクションとかを見たいという可能性もあるんだけれども、まあだその場合はソロだよねって感じなんだけど、でゲームのプレイ自体もだいぶ進化してるらしくて、ダークソウルから探索とかには崖とか、あの結構ダークソウルとかだと崖とか全く動けないみたいな、ステージは一本道みたいなところあると思うんだけど、それも上り下りできちゃうような、だからオープンワールドみたいな感じで、その大ジャンプアクションとかができるようなギミックが結構あるということで、そのマップはかなり広くなるんだけれども快適に移動できるということらしいんですね。だからこれがマルチプレイでできたらさらに面白いだろうみたいな気がするんだけど、あとキャラクターの外見とかステータスとかをカスタマイズする、まあ、もちろんレベルアップしていって、そのどこに振っていくってことだと思うんだけれども、カスタマイズしていく要素がかなり自由にあるということみたいです。で魔法とか召喚魔法みたいな、何かを召喚する、精霊を召喚するとか、なんかそういう要素もあるみたいですね。あと弓とかで戦ってるシーンとかもあったので、ちょっとマルチプレイに力入った感じのゲームになるのかなみたいな。もちろんソロでね鬼畜難易度でやっていくっていうのもいいと思うんだけれども、コープでなんかこれまたできたら、もうダークソウル系のやつができたらすごい面白いなと思うの。あと絵がねめちゃめちゃかっこいいんだよねグラフィックがめちゃめちゃいいしかっこいいなっていう感じで、もうとにかく楽しみということですよね。で応募方法の注意点、最後に軽く紹介しておきたいんですけれども、まず概要欄にリンク出しておくので、もしわからない人がいたらね、メールそこに行って、メールとあとちょっと自分の名前と住所とプラットフォーム、希望プラットフォームみたいの PS4 とか PS5 とか入れて、で登録ってするとメール送られましたって来るんですね。そうするとその自分のメールボックスを見た時にないことが多分ほとんどだと思うんだけど、スパムとか迷惑メールに入ってます大抵の場合だ。そこをまずチェックしてみてください。ほぼ自動返信みたいな感じだから必ず来てると思うんですね、登録したら。だからスパムとか迷惑ボックスをチェックしてみてください。絶対入ってると思うほぼ確実に入ってるんで、そしたらそこにあるリンクに行って、そこにメールにそのリンクの下に書いてある番号を入れると登録できましたみたいな感じになるので、そこまでやって初めて登録完了です。なので気をつけてください。で完了したら18日にどうも当選ページが作られるらしいんですね。当選ページに自分の名前か E メールアドレスがあれば当選と、メールで送られてくると思うんだけどね、当選したら。でもメールで送られますとは書いてないのでちょっと気をつけた方がいいかなって気がするんだけど、
まあ、マイページ当選したらその登録マイページみたいのがあるらしくって、そこに行けばどうなったっていうのが分かるという感じになってるとは思います。まあ、この辺ねちょっと気をつけた方がいいかなと思ったのでね紹介しておきます。それじゃあね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。エルデンリングね来年の2月25日発売ということでめちゃめちゃ楽しみということでありますよ。もう来年もまたね楽しみなゲーム、ホライゾンのフォービドゥンウェストとかもね、禁じられたセーブとかも来年同じ頃に発売かな、なのでまあ予定なんだけれども、その辺ねまた大きいタイトルが来るから楽しみだなって感じですよね。それじゃあねまたなんかあの新しい情報とかあったらねすぐにお知らせしていきたいと思いますので、よかったらまだの方はチャンネル登録とかもねよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きエルデンリングライフをお祈りしています。ほいじゃあまたね。